ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙、最近増えている線状降水帯って恐ろしいわよね。ああ、山口県では水没した車の中から63歳の男性が発見されたそうだしな。いきなり冠水して息もできなくなるなんて、考えただけでも苦しくなっちゃうわ。本当にそうだな。視聴者の皆さんにもくれぐれも気をつけてもらいたいところだな。うんうん、そこが一番お願いしたいところね。それでは、今回は水没にまつわる事故を一気見で解説させてもらうぜ。台風とか洪水？それだけじゃない、意外なところに潜む危険もあるから、ぜひ知っておいてくれよな。よろしく頼むわ。今回紹介するのはタムル&洞窟の遭難事故から奇跡の生還を果たした少年たちの話だ。タムル&洞窟、聞き慣れない名前だけど、どこの国にあるの？タイにある洞窟だぜ。2018年6月に少年12人と大人1人がこのタムル&洞窟で遭難してしまったんだ。今回はどうやって事故が起きたのか、そしてどうやって奇跡の生還を果たすことができたのかをしっかりと解説していくぜ。よろしく頼むわね。まずは簡単にタムル&洞窟について紹介するぜ。さっきタイの洞窟って言ってたわよね。そうそう。この洞窟はタイとミャンマーの国境の山岳地域にあるぜ。洞窟のある山の形が横になった女の人の姿に見えるから、地元では男の人に強い恨みを持ったまま亡くなった女の体内、なんて言われて恐れられているんだ。何それめちゃくちゃ怖いじゃない。この洞窟は長さが 10km もあって、かなり大きい洞窟だぜ。中には深いくぼみとか狭い通路、あとは曲がりくねったトンネルなんかもあって、かなり道に迷いやすい構造になっているんだ。あと地形以外にも、さらに厄介なことがあるぜ。厄介なこと？この洞窟は雨季である7月から11月になると、雨水が洞窟の中に入り込んできてほとんどが水没してしまうんだ。水没？それはかなりまずいわね。そうなんだよ。そして2018年6月に3日、ついに悲劇が起きてしまうんだ。なんかハラハラしてきたわ。心して聞くわね。被害に遭ったのは、地元のサッカーチーム、ムーパー、アカデミー、に所属していた1、2人の少年と、彼らを指導していたアシスタントコーチ1人だぜ。少年は11歳から16歳までで、コーチは当時25歳だったんだ。でも、サッカーチームのメンバーがどうして洞窟で遭難したの？別に洞窟でサッカーの練習をしていたわけじゃないんでしょ？実はこの時、サッカーの練習が終わった後に洞窟の中でチームメンバーの誕生日パーティーをする予定だったんだ。洞窟の中でパーティー？なかなか変わった趣味だったのね。まあほら、そこら辺は文化の違いがあるから一概には言えないけど、10代の男の子たちだし、ちょっとした肝試し感覚だったのかもしれないな。なるほどね。確かに洞窟ってちょっと冒険みたいでワクワクする気持ちはわかるわ。こうして少年たちとコーチはパーティー用の食べ物を買うと、洞窟へ入っていったぜ。確か事故が起きたのは6月だったのよね。そうだな。タイの雨季は7月から11月だったから、この時期はまだギリギリ雨季に入ってなかったんだ。だから洞窟も水没していなくて、みんな歩いて中に入ることができたんだよ。それなら安心ね。ところが、少年たちが中に入ると、突然大雨が降って洞窟内に水が入ってきてしまったんだ。ええ。この大雨のせいで、少年たちは洞窟内の狭いトンネルの中に閉じ込められてしまったぜ。周りが完全に水没してしまって帰ることができなくなったんだよ。泳いで戻ることはできなかったの。それも難しかったぜ。何せ少年たちは入り口から 4km のところで遭難してしまったんだ。それに洞窟内は入り組んでいるから、特殊な訓練を受けているわけでもない少年たちが、泳いで出口までたどり着くのは不可能に近かったぜ。なるほど。確かにそれだと泳ぐのは難しそうね。そして夜7時頃になると、子供たちが帰ってこないことを心配した親たちがサッカーチームのヘッドコーチに電話したんだ。それを受けてヘッドコーチはアシスタントコーチや少年たちに電話したんだが、もちろん繋がらなかったぜ。洞窟に閉じ込められてるものね。それでもチームメンバー一人一人に電話をしてみたところ、ある一人に繋がったぜ。え、電話に出れたメンバーがいたのね。ああ、ヘッドコーチはそのメンバーにこう言われたぜ。僕は練習後にすぐ帰ったんだけど、残りのメンバーはタムル&洞窟を探検しに行ったよ。この話を聞いたヘッドコーチは慌ててタムル&洞窟へ向かったぜ。
すると洞窟の入り口に自転車やカバンが複数放置されていて、水路からは水が溢れ出していたんだ。これはまずいと思ったヘッドコーチは、すぐに警察に連絡して、事故が発覚したんだよ。警察に伝わってよかったわ。あとはもう助け出すだけでしょ。そう思うよな。でもこの事故が大変なのはここからだぜ。え、そうなの。でも洞窟の中にいるんだし、救助隊の人が探しに行けば解決じゃないの。そう簡単な話じゃないんだよ。まず、さっきも話したように洞窟の中はかなり入り組んでいて道に迷いやすい構造をしている。しかも洞窟の中に溜まっている水は清流じゃなくて泥を含んだ雨水だ。だから水が完全に濁ってしまっていて、ライトを使っても水中じゃどこへ向かっているかすらわからない状態だったぜ。なるほどね。確かにそれじゃ助けに行った人たちまで遭難しちゃうわね。そういうことだ。しかも少年たちが遭難した後も大雨は降り続けていた。だから洞窟の水は増すばかりで、捜索をスタートさせることすらできなかったぜ。ええ。それじゃあどうやって男の子たちを助けたの？このままじゃどうすることもできないわよね。そうだな。だからこの遭難の話は大きなニュースになったぜ。すると、このニュースを聞いた世界中の洞窟探検家やダイバーが少年たちを助けるために集まってきたんだ。事故が発生した6月に3日からわずか1週間後の6月29日には、オーストラリアや中国、フランス、ベルギー、アメリカなどたくさんの国の専門家が大集合したぜ。子供のピンチに世界中から駆けつけてくるなんて、探検家とダイバーたち、かっこよすぎるわ。こうして集まったダイバーや警察の努力もあって、遭難から10日後の7月2日、ついに入り口から 5km のトンネルの中で少年たちは発見されたんだ。少年たちは全員無事で、水没しなかったトンネルの一部に寄り添い合いながら避難していたぜ。全員無事だったのは本当に何よりね。いつ自分たちがいるところも水没するかわからないような状態だし、辛かったはずだわ。でも、もうここからは少年たちを連れ出すだけだから安心ね。甘いぜ霊夢。ここからがさらに大変なんだ。え、どうして？だって少年たちは見つけられたんだし、あとはダイバーが入り口まで連れて行ってあげれば終わりじゃないの。そういうわけにもいかないんだよ。さっきも話したけど、洞窟の中は濁流に飲み込まれていて視界が悪い。そんな中を体力が落ちてる素人の少年を連れて泳ぐのはプロのダイバーでも至難の業だぜ。なるほど。確かにそうかもね。いくらプロのダイバーが付きそうとはいえ、そんな真っ暗な水の中を、しかも何キロも泳ぐなんて怖くてできないわ。少年たちが遭難した地点から入り口まで泳ぐと、プロのダイバーでも早くて5時間はかかるからな。あとは、脱出中に少年がパニックを起こしてしまったら、下手するとダイバーも道連れになって二人とも溺れてしまうことだってあるぜ。5時間もかかるの。それは健康な大人だとしても厳しいわ。それじゃどうしたらいいのよ。とにかく救助は万全の計画を練った上でやらないといけないってことだな。まずは少年たちの体力を回復するために、ダイバーが定期的に洞窟内を行き来して、食料や薬、あとは日用品や酸素ボンベを届けることにしたんだ。なるほどね。確かにずっと閉じ込められてた状態じゃ、すぐに泳いだりできないわね。まずはご飯を食べて体力を回復させるのは大切ね。こうして少年たちの体力回復を待つ間にも、ポンプを使って洞窟内の水を外へ出し続けたんだ。少しでも水量が減ればその分救助しやすくなるからな。そしてその間にいくつか少年たちの救助プランが作られたぜ。具体的にはどういうプランがあったの？まず一つは雨季が終わるまで少年たちに食料や水、酸素を提供しながら待つっていう方法だ。雨季が終われば洞窟の中の水はなくなって、歩いて帰ることができるからな。救助の難易度はぐっと下がるぜ。ええ。でも雨季って11月まで続くんでしょ？ 4 ヶ月近く洞窟の中で暮らしてたら、それこそ体調を崩しそうだけど。そうなんだよ。だから、何らかの方法ですぐに救出するプランも考えられたぜ。ダイバーが少年たちにダイビングの技術を教えるとか、より簡単に出口にたどり着ける道を見つけるとか、上から穴を開けて助け出すとかな。上から穴を開けるのが一番簡単そうだけど、どうなのかしら？残念だけどどれもうまくいかなかったんだ。上から穴を開けて助け出すためにはそれなりに頑丈な岩盤が必要なんだが、この洞窟は柔らかい石灰岩でできていたから難しかったぜ。なるほど。じゃあ結局どうやって救助したの？最終的に、
経験豊富なプロダイバーたちが少年たちを一緒に連れ出すっていう事故発生直後からあったプランに決まったぜ。他の脱出経路を見つけるのも難しかったし、上から穴を開けるのも現実的じゃなかったからな。しかも毎日のように雨は降り続いてるから、このままだと水位が上がって酸素が少なくなるせいで、待てば待つほど少年たちの命が危険な状況だったんだ。なるほどね。水の中を泳ぐのは怖いかもしれないけど、洞窟の中で何ヶ月も待ち続けるよりはよっぽどマシってことね。そういうことだな。救助に当たったのは40人の隊員のダイバーと、50人の海外から来たダイバーたちだったぜ。少年1人に対してダイバー2人がサポートに入って、洞窟内を泳ぐことにしたんだよ。2人もサポートに入っていれば安心。なのかしら。普通の環境だったら安心だけど、この入り組んだ迷路みたいな洞窟だから気は抜けなかったぜ。だから安全のため、救助される少年には麻酔薬を打って、意識のない状態で救助を行ったんだ。なるほど、確かに意識がない状態だったらパニックになることもないものね。不安だとは思うけど、より安全に助けられそうだわ。そういうことだな。結果、少年たちもコーチも無事に全員救助されたぜ。みんなの力が合わさって、少年たちを助けることができたのね。本当に良かったわ。ああ、私もそう思うぜ。ただ、実は救助に当たっていたダイバーのうち、2人が命を落としてしまったんだ。1人は洞窟内で酸素ボンベが尽きてしまって、もう1人は洞窟内で感染症になって亡くなったぜ。え？そうだったのね。遭難して誰かに助けてもらうってことは、助けてくれる人たちの命が危険にさらされるってことだからな。海でも山でも川でも、そういうことをきちんと頭に入れた上で行動する必要があるぜ。確かにそうね。亡くなったダイバーたちのためにも、これを教訓にアウトドアで無茶なことをする人がいなくなってほしいわ。というわけで、今回の話はここまでだぜ。今回は伊勢湾台風について解説するぞ。台風か、学校が休みになったりするから、ちょっとワクワクしちゃったりするわよね。普通の台風ならそういうこともあるかもな。でも伊勢湾台風の規模を知ったらそんなこと言えなくなるぜ。え、そんなにすごい台風だったの？ああ。伊勢湾台風による犠牲者はなんと約5000人。これは戦後の自然災害の中では東日本大震災や阪神、淡路大震災に次ぐ規模なんだよ。ええ、台風でそんなことになるの？そこら辺も含めてじっくり解説していくから心して聞いてくれよ。よろしくお願いするわ。ではまずは伊勢湾台風の概要について解説していくぞ。ちなみに今回は家屋が海に押し流されるような資料画像も載せるから、閲覧注意だぜ。人によってはかなりショックを受けるかもしれないものね。無理せずに見てもらえると嬉しいわ。伊勢湾台風っていうのは、1959年に台風15号として上陸した台風のことだ。東海地方を中心に甚大な被害をもたらした台風で、その中でも特に伊勢湾沿岸での被害が大きかったんだよ。なるほど、だから伊勢湾台風っていうのね。そういうことだ。この台風の始まりは9月20日に発生した弱い熱帯低気圧だった。最初は1008ヘクトパスカルだったんだが、上陸前には894ヘクトパスカルまで下がっている。上陸する直前には若干上がって929ヘクトパスカルにまでなっているが、これもかなり異例のことなんだ。ちょっと待って、ヘクトパスカルって一体何なの？ヘクトパスカルっていうのは気圧の強さを示す単位だな。台風においてはこの値が低ければ低いほど風が強く吹きやすいっていうことになるんだ。さらに気圧の高低差が急激であればあるほど台風の勢力も強くなるぜ。なるほど。それで言うと1008ヘクトパスカルから一度894ヘクトパスカルまで下がってるっていうのは、かなり高低差があると思っていいのかしら？ああ、その通りだ。だから伊勢湾台風はかなり勢力の強い台風ってことになるのね。ちなみに、ヘクトパスカル以外にも台風の強さを測るものってあるの？もちろんあるぞ。台風の勢力の強さは、台風自体の大きさと風の強さで分類されるんだよ。へえ、そうだったのね。大きさで言うと半径 500km から 800km 未満が大型の台風。800km 以上が超大型台風、と呼ばれるんだ。じゃあ伊勢湾台風はどれくらいの大きさだったの？伊勢湾台風の場合直径が 2500km。半径にして 1250km ほどだな。と、
とんでもない数でなんかイメージがつかないわね。それって大きいの？そりゃもうめちゃくちゃ大きいぞ。日本列島の長さは約 3500km だ。つまりこの伊勢湾台風一つで日本のほとんどを覆ってしまうくらい大きかったんだよ。日本全体を覆っちゃうほど大きい台風なんて想像もつかないわ。この大きさは平均風速が秒速15メートル以上の領域を指しているんだ。そう思うとかなり大きいことがリアルに伝わってくるよな。確かにそうね。ちなみに平均秒速15メートルでどんな感じなの？そうだな。秒速15メートルともなると、屋根の瓦が剥がれたり、看板やトタン板が外れて人が転倒してしまう危険性がかなり強くなるな。ええ、結構危ないわね。それが 2500km もの範囲で起きたってこと？そうだ。しかも伊勢湾台風はただ大きいだけじゃない。風の強さに関しても最高ランクだったんだ。気象庁の分類では、表記なし。強い台風。非常に強い台風。猛烈な台風、があるんだが、伊勢湾台風は猛烈な台風、に分類されているんだよ。とにかく強いってことは分かったけど、具体的にイメージが全然湧かないわね。まず、強い台風、は最大風速33メートルから44メートル未満の台風で、これは固定されていないプレハブ小屋が転倒したり、ビニールハウスのフィルムが広範囲に破れるくらいの被害が出るぜ。この時点ですでにだいぶやばいわね。そして、非常に強い台風、は最大風速44メートルから54メートル未満の台風で、走行中のトラックが横転したり、道路標識が傾くレベル。猛烈な台風、は54メートル以上で、電柱が倒れたりブロック壁が倒壊するようなレベルだな。そうなると伊勢湾台風は大きくて風もものすごく強い台風だったってこと？そういうことだ。少なくとも上陸時には日本に直撃した台風の中でも史上最強の記録を残しているな。ひえー。伊勢湾台風は9月26日に潮の岬に上陸。この時の最大風速は秒速60メートルで暴風域は東側に 1400km、西側に 300km もあったそうだ。上陸後次第に加速していき、紀伊半島を縦断したぜ。そして9月27日21時頃には温帯低気圧に変化し、10月2日に東太平洋で消滅しているんだ。あっという間に日本を通り過ぎていったのね。ああ。でも伊勢湾台風がもたらした被害は甚大なものだった。さっきも話した通り、この伊勢湾台風では約5000人もの被害者を出している。明治以降の日本での台風災害では史上最悪の惨事となってしまったんだよ。史上最悪の惨事？そんなすごい被害が出てしまったのね。じゃあここからは伊勢湾台風の被害について解説していくぞ。まず犠牲者は5098人。そのうち愛知県が3378人、三重県が1273人。犠牲者の全体の9割がこの要件の人だったんだ。そんなにたくさんの人が亡くなったのね。ということは怪我した人も多かったのかしら？その通り。負傷者の数で見ても約3万9000人。全壊してしまった家屋は3万6135棟で半壊が11万3052棟。流出してしまった家屋は4704棟にも及んでいるんだ。床上浸水した家屋は15万7858棟で被災者の合計は全国で約153万人もいたんだよ。規模が大きすぎて言葉も出ないわ。でも、ちょっと気になることがあるんだけどいいかしら。お、どうしたんだ霊夢。さっき犠牲者の9割は愛知県と三重県の人だったって話してたわよね。でも、どうして被害が愛知県と三重県に集中しちゃったの？これだけ大きな台風だと。他の県でも被害がありそうな気がするんだけど。お、良い質問だな。実はこれが伊勢湾台風の特徴の一つでもあるんだ。どういうこと？実は伊勢湾台風は勢力自体は日本の観測史上3番目の強さだったと言われているんだ。でも地震、津波以外の災害としては最多の犠牲者を出しているんだよ。え、伊勢湾台風以上に強い台風があったのに、犠牲者数は一番多いってこと？なんでそんなことになっちゃったの？実は伊勢湾台風では記録的な高潮を引き起こしているんだよ。強風による吹き寄せと低気圧による吸い上げの影響で、未曾有の高潮が発生したんだ。名古屋港では観測史上最高の潮位を記録しているんだぜ。じゃあもしかして亡くなった人たちは？そう。多くはこの高潮が原因で亡くなっているんだよ。しかもこの愛知県と三重県には高潮の影響を受けやすかった理由が2つあるんだ。2つもあるの？まず一つは干拓地が多かったことだ。
干拓っていうのは遠浅の海なんかを堤防で区切ってから干上がらせて陸地を作ることを言うんだ。それによってできた土地が干拓地って呼ばれるんだよ。それの何がいけなかったの？干拓地っていうのは、どうしても海面より低い位置にできることになるんだよ。もともとは海だった土地なんだからな。そうなると高潮によって堤防が破壊されてしまうと、この干拓地はあっという間に水没してしまうんだ。なるほどね。そして二つ目の理由は名古屋港にあった貯木場だ。貯木場っていうのはその名の通り木材を置いておく場所なんだが、ここにあった木材が大量に流されて多くの家屋を破壊してしまったんだよ。そうは言っても木材でしょ。家を壊すほどの威力にはならないんじゃないの？甘いぜ霊夢。置いてあったのはホームセンターなんかに売ってるような小さい木材とはわけが違うんだ。直径1メートル、長さ10メートルで7トンから8トンもの巨大な木材が20万トンも流出しているんだよ。波と風の勢いでこれだけ巨大な木材が縦に転がったなんていう目撃談もあるんだぜ。ひぃぃ。これによって多くの家屋が破壊された。そして破壊された家屋がさらに流され、また他の家屋に衝突。この連鎖でたくさんの家屋が破壊されてしまったんだよ。なかなか強烈ね。だろ、しかも被害はこれだけじゃないんだ。高潮で水没した地域では避難生活をしている人たちの間で伝染病も発生してしまったんだぜ。で、伝染病？なんでそんなことになっちゃったの？浸水が原因なんだよ。伊勢湾台風では実に多くの地域が水没してしまったんだが、その中でもさっき話した干拓地のような海抜の低い土地では水が完全に排除されるまで半年近くかかっているんだ。半年も水没したままってこと？もう想像もできないわ。そのせいでトイレから排泄物が流れ出してしまい、衛生状態が非常に悪くなってしまった。これが原因で赤痢が流行してしまったんだ。赤痢、あんまり聞かない病気だけど、どういう病気なの？発熱や腹痛、下痢を引き起こす病気だな。衛生状態が良くない場所や熱帯から温帯の地域で多く見られる病気で、敗血症や中毒性巨大結腸症なんていうかなり重い合併症を引き起こすこともあるぜ。めちゃくちゃ怖い病気じゃない。赤痢が流行してしまったせいで、避難所で生活している人たちはさらに苦しめられることになった。当時のニュースではこんな風に言われていたんだ。避難所の生活にこれなら死んだ方がマシだった、という人もいますが、死んだ人はその恨み事すら言えません。なんか本当に極限状態って感じだったのね。さて、じゃあここからは伊勢湾台風がもたらした影響について話していこうか。これだけ大きな被害が出たとなると、いろんなところに影響が出てきそうよね。その通りだ。まずこの伊勢湾台風をきっかけに日本人の防災意識が変わったと言われているな。防災意識？実は当時の日本人の防災意識の低さも伊勢湾台風の被害を拡大させた原因の一つと言われているんだ。気象庁は大災害になることを想定していたのに、自治体によっては気象庁の情報を無視してしまっていたところもあるんだよ。気象庁が危ないって言ってるのに、地域の人たちに知らせなかったってこと？そういうことだ。だから逃げ遅れる人や家財を盗まれることを心配して2階にいれば大丈夫、なんて思って逃げなかった人たちもいたんだよ。なるほどね。でもこれだけの被害が出ると、意識も変わるわよね。そういうことだ。そして制定されたのが災害対策基本法、なんだよ。具体的にはどういうことが決められたの？簡単に言ってしまえば、普段からの災害対策をどう実施するか、いざ災害が起きてしまった場合は誰が何をするか、なんていうことが具体的に制定されているな。なるほどね。すごく大切なことよね。また治水対策も強化されたんだ。もともと進めていた治水計画を大幅に上回るような洪水がいろんなところで起きてしまったからな。その分計画自体を見直すことになったんだよ。記録的な高潮だったんだもんね。そりゃ計画も見直しが必要になってくるわ。あとはマスメディアにも大きな影響があったと言われているな。マスメディア、そもそも当時はラジオ放送が始まってから10年にも満たないような状態で、テレビ放送だって開始からやっと5年過ぎた状況だったんだ。そんなんだから一般市民の間ではテレビもラジオもほとんど浸透していなかったし、持っていたとしても停電で使えなくなってしまっていたんだぜ。でもラジオって乾電池で動くわよね。当時は乾電池で動くラジオは開発されたばかりの高級品だったんだよ。でもこの伊勢湾台風がきっかけで乾電池で動く小型のラジオの普及が進んだんだ。スマホもパソコンもない時代では、ラジオは貴重な情報源だからな。
やっぱりこれだけの規模の台風だったから、本当にいろんなところに影響を与えたのね。もう台風が楽しみなんて気安く言えなくなっちゃったわよ。それはいいことだと思うぜ。じゃあ最後に台風が来たらどう対処していくべきか話していくぞ。よろしくお願いするわ。まず基本的には外に出ない。これが鉄則だ。当たり前だけど雨も風も強いもんね。その通り。雨風が強いってことは、何かが流れてきたり飛んできたりする恐れがあるってことだ。看板とかが飛んできてたら、当たりどころ次第では命に関わるからな。確かにね。小さいものでも高速で飛んできたら大怪我しちゃうし。例外は避難勧告が出された場合だ。この場合はその場に留まる方が危険ということになるから、可能な限り避難する必要がある。高齢者や小さい子供みたいな支援が必要な人を、可能な限り移送してあげることが大切だ。自力で避難できないような人たちもいるからね。早いうちに避難させてあげたいわ。そして自力で避難できる人は近所の人たちに声をかけて、徒歩で避難すること。この時なるべく複数人で行動すれば、もし途中で大怪我を負ったとしても安心だぜ。複数人いれば、通報するなり避難所まで手を貸すなりできるもんね。そして最も大切なことは、備える、ことだ。まずは自分が住んでいる地域がどれだけ水害を受けやすい地域なのか知っておくこと。そうすればいざという時の判断がスムーズになるぞ。水害を受けやすい地域なら早めに避難する?なんてこともできるもんね。大事なことだわ。あとはいつでもためらわずに避難できるような避難用バッグを用意しておくと、避難の決心もつきやすいと思うぜ。少しでも早く避難しなきゃ、っていう時に、荷物の準備なんてしてられないもんね。私もちゃんと準備しておかなきゃ。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。今回は、倉敷海底トンネル事故、を紹介するぜ。海底トンネルか?そういや今まで考えたことなかったけど、海底トンネルって何のために設置されるの?向こう側との行き来のためなら、橋を架ければいいじゃん。橋を架けるとなると、船がその下をくぐり抜けられる高さであったり、多数の自動車が行き交っても問題ない強度を確保しなきゃいけないからな。思っているよりもずっと費用がかさむんだよ。なるほど、でも海の中をトンネルで通してしまえばその問題はないと。もちろん他にもいろんな理由があるけどな。ただ、今回取り扱う倉敷海底トンネルは、人の往来が目的で設置されたものではなかった。どういうこと?では、事故について説明する前に、まずこの倉敷海底トンネルについての理解を深めてもらうとするか。倉敷海底トンネルとは、岡山県倉敷市にある水島港の西と東にそれぞれ建設されていた、二つの石油精製工場をつなぐパイプラインだった。いや、正しくはそのパイプラインになる予定だった、かな。そういう言い方をするってことは、今回の事故は、そのパイプラインを建設する工事作業中に発生してしまった。二つの石油工場をつなぐ海底トンネルを作ろうとして事故が起きてしまった、と。具体的にどんな事故が起きたの?作業中にトンネル内部に海水が流れ込み、内部で作業していた6人のうち5人が死亡したというものだ。うわぁ、逃げ場もない海の底での作業中に浸水とか絶望でしかない。前述の通り、この海底トンネルは人の往来が目的ではない。一方で生成した石油をもう一方に送って、互いに融通し合うためのものだった。ふんふん。海の底のさらに5メートル下ほどの地下を水平方向におよそ800メートル、直径約 4.5 メートルの横穴を通すトンネルで、工期は2010年の8月から2013年の6月まで。トンネルはシールド工法、と呼ばれる掘削法によって通す予定だった。シールド工法、なんか響きはかっこよさげだけど。ざっくりと説明すると、シールドマシンと呼ばれるハイテク穴掘り機を使って横方向に海底を掘削しつつ、掘った側から人工の壁を組み立てていくというものだ。つまり、穴を掘りながら同時にトンネルの壁を張っていくような感じだね。弱い地盤でも掘り進める上に、コストパフォーマンスにおいても優れた方法でな。業界での信頼性も高く、今回の事故が起きるまでは安全神話、的なものが語られていたんだ。こんなに優秀かつ安全な掘り方で事故が起きるなんて誰も想像だにしていなかった。ってことか。関係者の方々や業界に与えたショックも大きかっただろうね。さて、軽く事前情報を知ってもらったところで、ここからが本題だ。倉敷海底トンネル事故、の経緯を語っていこう。よろしく。
2012年2月7日、昼頃のことだった。シールド工法によって順調に穴を掘り進め、ここから穴の側面に壁を組み立てていくという段階になったところで、異常が発生する。展開早いなぁ。異常の詳細は電気系統の異変だった。つまり、漏電の可能性があるということだ。海の底で漏電って、原因を考えるとマジでゾッとするわ。どこからか海水が染み込んで電気がショートしてるんだとしたら、どれほど屈強なダムもありの一穴から崩れる、なんて言葉があるが、その典型だな。こうして12時20分頃には警報装置が鳴り響き、トンネル内への浸水が始まった。へぇ。前述の通り、この時トンネル内で作業していたのは6人だった。このうち1人は比較的入り口の近くにいたこと、浸水後すぐに工事責任者から水が来る、逃げろ、と知らされたことで、ギリギリで助かっている。ってことは、他の人たちは、いずれも穴の奥深くで作業していてな。生存者の方に浸水を伝えた工事責任者の方も、他の作業員に危険を知らせるために戻って行ってしまい、そのまま帰らぬ人となった。そんな、12時30分には消防署へ通報が入り、その10分後には消防局から消防隊員や救助工作者が駆けつけた。しかし、この時点ではすでにトンネルへと続く穴から大量の海水が溢れ返っている状況だった。本当に崩れるとなったらあっという間だね。何せ海底にトンネルを通すとなると、真上にある海水の圧力が全部のしかかってくるようなもんだからな。ともあれ、その後にまだトンネル内に取り残されていると思われる5人の作業員の救助、捜索が行われたんだが、言いたくないけど、これはちょっと絶望的だよ。海水が濁って見通しが悪く、また大量の水に押し流されたトンネル内の資材や機械などが行く手を遮っていたため、捜索活動は大変難航した。事故が起きたのは2月だって言ってたもんね。海水の温度も低いし、捜索する側の人たちも一苦労だ。事故によって人の命が失われたことはもちろん悲しむべきことだが、この救助活動も本当に大変な作業だった。まずどうにも視界が悪くて話にならない一点で、工事を受注した建設会社が現場に濁水処理マシンを導入してな。捜索が可能なレベルまで水をきれいにする作業から始まったんだ。うっばぁ。事故から1日半後の2月9日午前3時半から海水の浄化作業が始まったとのことだから、まあ現場にいる人たちはほぼほぼ交代交代で寝ずの作業だな。1時間あたり約200トンの海水を処理して、救助ダイバーが潜れるようになったのが翌10日の午前からだ。そこからは、ダイバーの方たちが手作業で瓦礫の撤去を始め、ちょっとした災害レベルじゃん。とはいえ、海底にまだ取り残されたままの同僚の遺体を放ってはおけないからな。こうして10日午後、11日午前にそれぞれ1名ずつ、20日にもう1名の計3名の遺体を発見、回収することができた。あれ、あと2人は？それが、ここまで手を尽くしてなお捜索活動は難航してな。そんなに？というのも、浸水した箇所から土砂混じりの海水が流れ込んできてな。ああ、海水が流入して穴が広がっちゃったんだ。そりゃそうだよね、海の中に通した管ってなると、たった1箇所の亀裂に凄まじい圧力がかかることになるから。あまりにも砂が流れ込んできたので、50センチ先の視界さえ確保できない状況だった。こうなると遺体の発見どころか、捜索する側の職員の安全さえ危ぶまれる。で、そうして救助活動が停滞すればするほど、日を追うごとにどんどん砂が流れ込んでくる。結局どうしたのそれ？これは私もうまいなと感心してしまったんだが、トンネル内に大量の工業用水を送り込んだんだ。こうすることで砂混じりの海水が入ってくるのを防ぎつつ、トンネル内の砂の密度も下げられるって寸法だな。おう、なるほど。その後、工業用水の注入を続けながらの作業を3月3日まで続けて、どうにか亡くなった5人の作業員全員の遺体を発見することに成功した。さて、ここからは事故のその後についてだ。対策しなきゃいけないことがいっぱいあっただろうね。何せシールド工法の安全神話、ってのが崩壊したわけだから。まずは政府の対応だな。事故後、国土交通省は湾口における重大事故の防止のために、文書による注意喚起を行った。また、シールド工法の安全技術を今一度見直すための協議会を開催し、課題や事故防止の対応策を徹底的に洗い直した。そういえばなんだけど、安全なはずのシールド工法でトンネル掘ってたはずなのに、どうして穴が開いちゃったんだろう。調べてみた限りでは、これといった特定の原因は明らかになっていない。
ただ、海上保安庁の調査によれば、シールドマシンがあった位置のほぼ真上の海底に直径約20メートル、深さ最大5メートルほどのくぼみがあったことが明らかになっている。マシンが掘削していた真上か。直接の原因はともかく、トンネルの壁を組み上げるよりも先、もしくは組み立てている最中に海底の土砂が沈下してしまった。そういう経緯だろう、ということが明らかになっているってことだ。今までうちのチャンネルで取り扱ってきたような過去の事故だとさ、大抵現場の安全対策がおざなりだったり、誰かがうっかりミスを起こしたりって感じじゃん。現場で働いていた作業員の方たちにそういったミスがあったかどうかは確認できないな。何せ作業現場は海水の流入によって崩壊、作業員の方々も亡くなってしまったわけだから、証言も証拠もあったもんじゃない。それもそうか。ただ、事故から10年近く経過しても原因が明らかになっていないということは、何か一つを対策していればどうにかなったとか、そういう単純な話ではないんだろうな。なるほどね。一応、作業に当たっていた建設会社に対しても調査が行われたが、事前の設計や作業工程などに特に問題はなかった。ただこの建設会社は、事故後に緊急時のバックアップ体制や避難のための器具充実、安全対策への人的リソースや部門権限の強化などを行っている。うん、そういうの大事だよね。何か過失があったわけじゃなかったとしても、それはそれとして再発防止のためにできることをやっていかないと。と、キリも良いので今回の動画はこの辺で。今回はアメリカ発の鉄道橋の重大事故として知られている、ノーウォーク鉄道事故について紹介するぜ。鉄道橋って、文字通り鉄道専用の橋のことだよね？そうだな。重たい列車を無事に通過させなければならないので、普通の道路橋と比べても強度や耐荷重性が段違いなんだ。大きな川や入江の対岸に最短距離でショートカットするために建築されることが多いんだぜ。ってことは、そこで事故が起きたら川や海に真っ逆さまなのでは。うむ、今回のノーウォーク鉄道事故でも、まさに霊夢が危惧している通り、車両が転落してしまって50人近くが死亡するという大惨事になっている。へぇ、言わんこっちゃない。それにしても、どうして転落事故なんて起こしちゃったのよ。一言で原因を言うなら、運転士の信号無視だな。鉄道橋が通過できる状態ではなかったにもかかわらず、運転士がその信号を確認するのを怠ってしまったんだ。信号無視？鉄道橋って信号とかあるんだ？そりゃあるさ。何せ本来入江ってのは商船や客船が往来する場所だろ。なのに鉄道橋がかかってしまっていると、その鉄道橋の高さよりも低い船しか、下を潜って行き来できなくなってしまう。つまり、大型船舶の水上交通を妨げてしまっているわけだ。ああ、言われてみれば確かに。じゃあ、大きな船を通過させなきゃいけない時はどうするの？海峡という動作を行うんだ。海峡？鉄道橋の一部をあらかじめ開閉できるような構造にしておいて、船が通過するタイミングでその部分を引っ張り上げたり、引っ込めたりして隙間を作るわけだ。で、船が通過し終えたら元通りの橋の形に戻る。これができる橋のことを可動橋と言ったりもするそうだぜ。はぁ、なるほどね。川や入江の上に鉄道を通すってなると、ただ上に橋を架ければいいんじゃなくって、そういう仕組みとかも考えないといけないんだ。交通系のインフラを設計する人って大変だな。ただ船が通れる状態ってことは、要するに橋が一時的にかかっていない状況になっているわけだからな。そんなところに列車が突っ込んでしまえばどうなるかは、火を見るよりも明らかなんだぜ。あった。確かに。しかも、列車ってブレーキを踏んでも、完全に止まるまでにめちゃくちゃ時間かかるっていうもんね。そうだな。ただでさえ総重量がある上にスピードも出ているから、ブレーキをかけてから制動に至るまでの時間が、車なんかとは段違いだ。無理やり止めようとするとどこかが破損したり、中の乗客に危険が及ぶ可能性だってあるしな。だからこそ、早め早めにブレーキを踏めるように、第三者がこの先は通行不可能な状態であると知らせるための信号が設置されている。基本的に、運転席から目視で異常を確認してからブレーキを踏む、では遅いんだね。繰り返しになるが、ノーウォーク鉄道事故はそのための信号を見過ごしたために起きてしまった大惨事だ。本来なら防げるはずの事故だったにもかかわらず、どうして止めることができなかったのか。それについて知ってもらうために、まずはノーウォーク鉄道事故の経緯や時代背景から紹介していくことにしよう。さて、事故が起きたのはアメリカ合衆国北東部にあるコネチカット州、ノーウォークと呼ばれる都市の鉄道線。
1853年5月6日のことだった。なんかさ、欧米の列車事故ってその辺の時代に集中しているイメージあるよね。他の動画でも繰り返し述べていることだが、この頃って鉄道史における黎明期だからな。現代の視点から見ると初歩的なミスのようでも、ノウハウが蓄積されていない当時としては防ぎようのない盲点であった可能性がある。鉄道とか機関車ってのが本格的に社会実装されるようになったのが、産業革命で蒸気機関が発明されて以降のことだから、1853年っていうと、ちょうどアメリカの産業革命が始まるかどうかってくらいのタイミングだね。アメリカの工業化はヨーロッパよりも少しだけ遅いんだ。奴隷制度の存続派と廃止派の衝突である南北戦争が一段落を迎えた1860年代頃から本格化していくからな。そこから西部開拓時代が始まって、太平洋側のアメリカ西海岸、特にカリフォルニア州で金鉱が発見されてゴールドラッシュに突入するんだが、で、ただでさえめちゃくちゃ広い北アメリカ大陸を大量の人や物を乗せて運ぶ効率の良い輸送手段が必要だった。そのために鉄道の需要が生まれていったという流れだね。そういうことだ。需要に引っ張られるようにして社会実装が進んだので、時間のかかる安全対策やら検証やらは、もしかしたらないがしろにされていた面もあるのかもしれないな。そんなの後でいいからさっさと鉄道網をってわけか。そりゃ事故が起きるのも仕方のない状況だわ。まあ、国土面積だけでも日本の25倍くらいあるってんだから、鉄道などの大量輸送手段なしには発展が難しいような国ではあるんだけどな。さて、そんなアメリカ鉄道史における初期も初期の段階で起きたのが、このノーウォーク鉄道事故ってなわけだが、コネチカット州とニューヨーク州の間に位置するロングアイランド湾という大西洋に面した湾があってな。ここにはアメリカ大陸から複数の川が合流していて、そのうちの一つのノーウォーク川が合流するノーウォークハーバーが、今回の事故の舞台となる。うわ、結構厄介そうな土地柄だね。複数の川や入江をまたいでいかなきゃいけないとなると、鉄道を建てるのも難しそうだよ。というか、そういう厄介な土地柄をショートカットするために、鉄道橋で最短距離を移動しようとしたんだろうな。ただ、やはり厄介な土地柄ゆえか、ここに建てられた鉄道橋には、ニューヨーク州の側にかなりの急カーブがあったんだ。おお、なんかフラグっぽい雰囲気。急なカーブなんていかにも事故多発地域じゃん。スピードを出しすぎて、遠心力を制御しきれず外側にポン、とかね。その危険もあるが、急なカーブがあるということは、すなわち運転席からはそのカーブの向こう側の見通しが悪いということになる。なので、この見通しの悪さによる事故を未然に防ぐため、カーブよりも手前の位置にボール信号機が設置されていたんだ。ボール信号機？柱の上に赤いボールをくくりつけて、これを高く掲げることで通行可能な状態である。低く下ろして通行不可、ブレーキを踏めと運転士に伝える信号機のことだな。なんというか、ライトの色や点滅で知らせる現代の信号機と比べると、だいぶアナログな感じがするね。余談だが、ウイスキーを炭酸水で割ったお酒のハイボールは、このボール信号機が由来である、という説がある。そりゃ一体どういう理屈で？ハイボールってのはつまり、ボール信号機のボールが高く掲げられている状態ってことだ。つまり、ハイボールという掛け声が出発進行という意味で、現代でいうところの乾杯のような、景気の良い用途で使われていたんじゃないかって話だな。へぇ、面白い説だね。まあ、あくまで説の一つに過ぎないんだけどな。で、話を事故当日に戻すと、この日の午前8時に、ニューヨークからボストンへと向かう急行列車が、200人の乗客を乗せて出発した。おお、結構な数が乗ってるね。列車は7両編成で、そのうち荷物車が2両、残りの5両が客車だった。一つの車両に40人ずつと考えると、優遇詰めとまでは言わずとも、かなり密度は高かっただろうな。それくらい需要のある重要な便だったってことだね。で、今回の事故における一番の問題点は、そんな重要な便の運転士が、このルートをそれまでに過去3回しか運転した経験がなかったということだな。少な？新人さんだったのかな？いや、本来の運転士が不在だったので、代理の職員が運転士を務めることになったんだ。なので、もしかしたら可動橋の正確な位置や、信号を確認するべき位置なども不慣れだったのかもしれない。うわぁ、なるほど。さて、そんな運転士と大勢の乗客を乗せた急行列車が、戦術の端に差し掛かった。船が通れるように、可動橋になっている箇所だね。特に、このノーウォーク鉄道事故が発生した箇所の可動橋はスイングブリッジ、あるいは旋回橋と呼ばれるタイプのものでな。橋の一部が、それを支えている柱ごと回転するというものだ。
本来、橋というのは柱を軸にした竹トンボ状の構造のものが横一列に連なっている状態だ。旋回橋は、その竹トンボのうち一つだけを90度回転させて、線路と線路の間に隙間を作って、船を通過させるということだ。あ、なるほどね。なんとなくイメージできたよ。で、すでに前半でも説明したように船が通過するための隙間を作っている間は、線路が途中で途切れてしまうので、列車はそこを通過できない。もし気づかずに突っ込んでしまったら、足場がなくなってそのまま入江に真っ逆さまだね。タイミングの悪いことに、この急行列車が旋回橋に差し掛かったのは、そのほんの少し前に蒸気船が通過したばかりの時だった。つまり、旋回橋はまだ縦方向に90度回転したままの状態で、線路が途中で途切れてしまっている。やばいじゃん。もちろん、それを知らせるためにボール信号機が作動していたはずなんだが、代理運転士はその信号を見落としていた。どうして3回しか運転したことない方が運転士の時に限って、こんなタイミングの悪いことが重なるのか。先ほども言ったように、この入江沿いの線路には急カーブがあって前方の見通しがとても悪い。つまり、目視で遠方の旋回橋を確認してあらかじめブレーキを踏んでおく、ということも難しかった。結果、線路が途中で途切れていることに運転士が気づいたのは、旋回橋がもう400フィートほど手前に迫ってからだった。400フィートって言うと、ざっくり計算して、120メートルくらいだな。ちなみにこの急行列車は、およそ時速 80km ほどのスピードで運行していたという。あ、終わった。運転士は必死でブレーキを作動させ、また進行方向を逆向きにする逆転機という装置をかけて、どうにか最悪の事態を避けようとしたが、わずか100メートル強という短い距離では、どうすることもできなかった。もはやなすすべもなくなって、運転士はボイラー室担当の職員と共に飛び降りる決断をするんだ。一か八かってことね。さて、線路が途切れているにもかかわらずそのまま突っ込んだ急行列車は、スピードが殺しきれずに、勢い余ってそのまま十数メートルほど宙をかけつつ、緩やかなカーブをかいて転落していった。そして間もなく、向こう側の橋を支えている土台部分に正面から激突して、先頭車両が大破する。時速 80km で鉄の塊が激突する衝撃ってとんでもないよね。運転士とボイラー室担当の職員は、住んでのところでこの衝突よりも先んじて飛び降りていたために、どうにか重傷は免れた。だが、機関車の中に取り残された200人の乗客たちは、そういうわけにはいかない。特にこういうのって、先頭車両ほどひどいんだよね。そうだな、一番先頭の客車なんて、入江に落ちたところに後ろの車両に追突されるようにして上から押さえつけられ、そのまま沈んでいったという話だからな。うっぱ、えげつない。その一両目に乗り上げた二両目の車両は、完全な水没とはいかなかったが、その次の三両目は、沈みゆく一二両目と線路上でどうにか停車した後ろの車両に引っ張られて、チューブラリンの状態で真ん中から真っ二つに引き裂かれたという、拷問みたいなことになっちゃってるじゃん。結果、死者48人及び負傷者30人、さらに8人が行方不明という最悪の結末になってしまった。もともとの乗客数が多かっただけあって、やっぱり被害規模もえぐいな。何の因果か、この急行列車にはニューヨークで開かれていた米国医師会の年次総会から帰る途中だった医者が多く乗っていてな。そのうち7名が命を落としてしまった。生き残った医者は、後に当時の死亡者の状況について、次のように語っている。溺れたことによる窒息の症状の全てが確認された一瞬で溺れた後、破壊された車両に閉じ込められたまま押しつぶされた。惨憺たるありさまだね。さて、繰り返しになるが、このノーウォーク鉄道事故というのはアメリカ鉄道史の黎明期における初の鉄道業の重大事故であった。市民の怒りや不安の声、鉄道の安全性に対する疑念は早々たるものであり、これを受けて何の対策も施さなかったとなれば、人々の信頼を失って鉄道業界の進歩は遅れることになるだろうし、第二第三の類似した悲劇がいずれまた起きてしまう。だから、事故の教訓を受けてどのように今後に生かすかがめちゃくちゃ大事なんだよね。そういうことだ。さて、まずはミスを犯した運転士に対する処罰だな。彼は重過失罪によって起訴されることになってしまった。経験が乏しかったとはいえ、事故を起こした責任は取らなければならないからな。まあ、こればかりはしょうがないよね。加えて、類似の事故の再発を防ぐために、コネチカット州の州議会は対策を講じることになる。結果として、すべての列車はどのような可動橋であっても渡る前には一旦停止するようにと義務付ける法律が施行された。なるほど、可動橋の開閉の状況に関わらず、必ずブレーキを踏めばよいってことか。その度にブレーキと再始動をしなければならないから、
列車への負担や、円滑な運行スケジュールの妨げにはなるだろうが、それでも、ヒューマンエラーによる事故をなくすためには、これが一番だからな。事故を起こしてしまえば、人命の損失もそうだし、壊れた橋や列車の修繕費なんかも馬鹿にならないしね。それに、世間からもまた同じミスしてるよって、今度こそ信頼を失っちゃうだろうし。ああ、そういう将来的な損失を防ぐためなら、まあ妥当な判断なんじゃないかな。ともかくさ、これだけ大きな事故を起こして、しっかりと対策もしたんだからもう同じようなミスは発生しないよね。いや、それがな、まさか、このノーウォーク鉄道事故から11年後に、ほとんど同じような内容の事故が起きてしまうんだ。まあ、そっちはアメリカじゃなくてカナダなんだけどな。あちゃー、別の国か。こちらの事故について、概要だけ語っておくと1864年6月29日、現在のカナダ、モンサンティレールと呼ばれる地域で鉄道橋からの転落事故が発生した。内容としては、蒸気船が通過するために旋回橋が開橋状態にあって、それを知らせる信号に運転士たちが気づかず、そのまま突っ込んで水没したってものだな。うわぁ、ノーウォーク鉄道事故と完全に一致してるじゃん。ノーウォーク鉄道事故よりも悪いのは、こちらは被害規模が倍以上あってな。ヨーロッパからの移民を大勢乗せていたことが災いして、死者が判明しているだけでも99人、負傷者も100人以上出たって話だぜ。押しも押されぬカナダ史上最悪の鉄道事故だって話だ。文字通り、桁が違うね。衝突と水没のダブルパンチだからな。衝撃を運よく生き延びたとしても、怪我をしたり気絶したり、身動きが取れない状態になってしまって、そのまま溺死というケースが考えられる。最悪のコンボってわけだ。でもさ、11年も前にすぐ近くでノーウォーク鉄道事故っていう最悪の転落事故が起きているわけじゃない。まあそうだな。なのに、こっちで似たような事故が起きているのはどういうわけなの？よその地域で起きた出来事だから、うちには関係ない、とはならないでしょ？詳しいところまではわからないが、一応当時のカナダの鉄道の含む規定においても橋を通過する前には停止するという決まり事はあったみたいだ。決まり事だけあっても、それをみんなが守ってないんじゃ意味ないじゃない。事故後に生還した職員は、この含む規定違反の責任を問われた際に、信号が見えなかったから止まれなかったと主張している。なお、彼はまだ働き始めたばかりの新人で、路線のどの位置で列車が止まるべきかも詳しく知らなかったようだ。いやもうそんなんばっかり、どれだけルールを細かく詰めたところで、ミスを犯すのはいつだって人間だ。そして、そのミスを犯す立場の人間の状況に立ってみなければわからない事情や都合ってのは山ほどある。今回のケースで言うと、その路線に詳しくない新人や代理運転士からは、信号や旋回橋の場所や止まるべき位置がわかりにくかった、という問題があるね。そうだな。ただ過去の事故の教訓を反映させて廃終了、ではなく、その現場で働く人たちの目線になって、より実用的なルールを作っていくことが大切だ。と、まとめたところで、今回の動画はこの辺で。さて、今回はビール醸造所で起きた大事件の話をしようと思うぜ。ビール、お酒の。そう、あのお酒のビールだ。ロンドンのとあるビール醸造所でビールの洪水が起きてしまったんだよ。ええ、ビールの洪水。何それ、一体どういう状況なの？ふっふっふ。気になるだろう、気になるだろう。ってことで今回は、ビールの洪水が発生してしまった大事件、ロンドンビール洪水事件、を解説するぜ。よろしく頼むわ。事件が起きたのは1814年10月17日。場所はロンドンのど真ん中にあるセントジェイルスという地区で、そこにはビールを作っているモイクス醸造所があったんだ。ふむ。ってことはもう200年ぐらい前の話ってことね。結構昔の話なんじゃない。このビール醸造所ではポーターという、焦がした麦芽とホップが効いた苦めのビールを作っていた。年間10万個以上のビール樽を生産していたんだぜ。年間10万個以上のビール樽ってすごいわね。そんな大きな醸造所で事件が起きちゃったの。そうだ。そしてその洪水によって9人もの人が命を落としたんだよ。え、9人も亡くなったの。大惨事ね。一体どうしてそんなことになっちゃったの。よし。じゃあここからは事件の経緯について解説していくぜ。その日ビール醸造所の地下室に住んでる従業員たちは、美味しいビールを作るためにいつものように働いていた。地下室に住んでたの？地下室が社員寮みたいになってたってことかしら。そうだ。従業員だけでなく、その家族たちも一緒に地下にある部屋に住んでいたんだよ。そして夕方の4時半頃になると、ビール樽をたくさん貯蔵している倉庫で、管理者のジョージ、クリックという人が定期点検を始めた。
ピール樽の定期点検って一体何やるの？まあものすごく簡単に言ってしまえばビール樽の状態に問題がないか一つ一つ点検していたんだよ。なるほどね。もちろん中にはビールが入っているんだよね。もちろんだ。そして点検を続けていくと、一つの巨大な樽が一部破損していることに気づいたんだ。樽が破損？それじゃビールが溢れ出してきちゃうんじゃないの？いや、この時はビールは漏れ出してなかったんだよ。だからそこまでひどい破損だとも思っていなかったんだ。え、そうなの。でも中からビールが出てきてないとはいえ、樽が壊れてるなんて結構重大なことのような気がするんだけど。実はこのような現象はビールを発酵させる段階でたまに起きてしまうものだったんだよ。発酵によって樽が内側から外に向かって押されてしまうんだ。なるほど。別に珍しいことではなかったわけね。この点検をしていた人はビール醸造所で17年間働いていた経験もあったから、そのような現象がたびたび起こることはよく知っていたんだ。それでも念のため上司に当たる人に対して報告はしたが、その時その上司からはこう言われたぜ。特に問題はないだろう。明日に破損している箇所を直せばいい。今完全にフラグが立ったわね。そしてそれから1時間ほどが経った午後6時頃、他の倉庫で点検を始めていたその人は、さっきまで自分が点検していた倉庫から凄まじい爆発音を聞いたんだ。凄まじい爆発音。まさかさっきの樽が。そう。爆発してしまったんだよ。破裂したのは60万リットルものビールが入った巨大な樽だったんだ。破裂したのと同時にもちろん中身のビールも一斉に流れ出し、倉庫にあった他のビール樽も次々と倒れ破裂していったんだ。そんな状況になったらもうどうしようもないだろうね。ビール樽からは大量のビールが溢れ続け、あっという間にあたり一面がビールの洪水状態となってしまったんだ。その威力は凄まじく、近隣にあった建物を次々と破壊していったぜ。建物を破壊ってすごすぎる。そこで被害者が出てしまったの。そうだ。ビール醸造所の隣には酒場のお店があったんだけど、ビールの洪水によってお店の壁が倒壊し、10代の女性バーテンダーが壁に下敷きとなって命を落としてしまったんだ。いきなり大量のビールが襲ってくるなんて想定外すぎるわ。さらにはビール醸造所の作りのせいで犠牲者が増えてしまうことになったんだ。ビール醸造所の作り？あ、まさか地下室。そう。従業員の家族たちが住んでいた地下室にも、ビールの洪水は容赦なく襲いかかることになったんだ。地下室と地上を繋いでいた入り口は一つしかなく、そこから一気に大量のビールが地下室へと流れ込んできたんだよ。こんなのありえない状況よね。きっと逃げようとしても水圧がすごいだろうし、上から一気に流れ落ちてきたわけだから、泳いで脱出するなんてとてもできるような状況じゃないぜ。しかもビールなんて目に入ればかなり痛いし、目を開けることもできなかったと思うぜ。怖すぎる。ちなみにその時地下室にはどれぐらいの人がいたの？地下室には子供2人を含む8人がいて、そのうち7人が地下室でビールに溺れて命を落としてしまったんだ。子供もいたんだ。悲惨すぎる。でも1人だけは助かったってこと？その時はな。その時は、どういうこと？その1人の男性は、なんとか自力で地下室から地上へ脱出することはできた。ところが脱出する時に大量のビールを飲んでしまっていたから、急性アルコール中毒によって翌日に命を落としてしまったんだ。壁の下敷きになった女性バーテンダー、地下室の7人、そしてアルコール中毒になった男性、これが犠牲となった9人ってことね。ちょっと信じられないような大惨事だろ。そうね。せめて地下室さえなければね。でもこれだけの被害を出したってことは、その流れ出したビールっていうのはとんでもない量だったわけだよね。ああ、とんでもない量だ。洪水となったビールは合計で150万リットルにもなっていたんだ。150万リットル？ちょっとすごすぎて想像できないよ。確かにそうだな。わかりやすく言うと、小学校とかにある25メートルのプールってあるだろ。あるわね。懐かしいわ。満タンの25メートルプール4つ分で150万リットルになるんだ。で、プール4つ分のビールが一気に流れたなんてちょっともう想像もできないわよ。でも最初に破裂したビール樽は60万リットルも入っていたって言ってたけど、そんなに巨大な樽に入れていたことがそもそも良くなかったんじゃない。もうちょっと小さい樽に入れておけばよかったのに。お、鋭い指摘だな。霊夢の言う通り、この頃にはすでにもっと小さいサイズの樽を使用して破裂事故を防ぐっていうのが主流になっていたんだよ。
だけどもイクス醸造所では、昔から使っていた巨大な樽をそのまま使い続けていたんだ。危険であることは分かっていて使ってたの、ありえないわ。そういうことになるな。新しい樽を購入することなく経費削減をしていた結果、このようなひどい事故につながってしまったと言われているんだよ。なるほど。あとはやっぱり樽が爆発する前の点検で、破損に気づいた時にすぐにちゃんと対処していればって話だよね。そうだな。樽の破損をいつものことだと甘く見ちゃっていたからな。だからこの事故は巨大な樽を使い続けていたこと、そして樽の破損をそのままにしたこと、この二つが事故の原因になったと言われているんだ。ふむ。点検をしていた人も爆発した時にはびっくりしただろうね。点検をしていたその人は事故後、取り調べに対して事故が発生した時の様子をこう語っていたようだ。ちょうどその時私は約30フィート離れた場所にいた。爆発音が聞こえてすぐに私は樽が置かれた倉庫に行ったが、爆発の威力は凄まじく倉庫内は恐ろしいほどの荒廃状態であった。これによって8000から9000樽のビールが失われた。9000樽ってすごいわね。となるとやっぱり、最初に破裂した60万リットルの樽は異常に大きいものだったってことがわかるわね。さて、ここからは事故のその後の話をしようか。現場周辺に流れ出た大量のビールは、町の人たちがコップにすくってそのまま飲んでいたりもした？なんて話があるな。まあこれは真偽のほどはわからないんだけどな。ええ。さすがに汚いだろうし私はちょっと飲みたくないな。ちょっとふざけて飲んでみたっていうぐらいじゃないの。多分そういうことだろうな。他にも事故の翌日には破裂したビールの樽を見に来た人たちがたくさんいて、事故現場の見張りがきっちり見学料を取ってた、なんて話もあるぜ。何それ、ちゃっかりしてるわね。でもこれだけの被害を出してしまった事故だから、もちろん責任を問う裁判とかは行われたんでしょ。もちろんだ。事件の2日後には政府の人間が現場を訪れ、事件の原因などを細かく調べたんだ。ふむ。それでさっき話した事故の原因が判明したのかな？いや、調べた結果こんな結論が出されたんだ。しょうがない事故。ええ、しょうがない。どういうこと？この事故は不可抗力であったとされ、亡くなった犠牲者に対しても、犠牲者たちは運が悪かった、の一言で片付けられてしまったんだ。これはひどい、ひどすぎる話だわ。さらに事故を起こしたモイクス醸造所は、遺族に対して賠償金を支払うことは一切しなかったんだ。うわぁ。こっちもひどすぎるわね。今ならそんな話は絶対にありえないでしょ。そうだな。今だったら大問題になることは間違いないだろうな。でも話はこれだけで終わらなかったんだ。え、まだ何かあるの？モイクス醸造所は事故によってビールを失ったとして、政府から賠償金を受け取っていたんだよ。ええ。遺族にお金を出さなかったのに自分たちはお金をもらっちゃったの。何それちょっとありえないわよ。そうだ。まあ一応これにはちゃんと理由がある。政府に支払い済みだったビールの税金から、事故で失ったビールの分を返してもらったっていう話なんだよ。なるほど、そういうことだったのね。でもそんな話を聞いちゃったら遺族たちは納得しないはずよね。だな。実際この話を聞いた遺族たちは怒り狂ったとのことだ。そりゃそうなりますよ。それでも遺族たちにはその後も賠償金が支払われることはなかったとのことだ。ほんとありえない話だわ。他にもこの事件ではありえないことが起きていた。なんとこの事故で亡くなった人の遺体が見せ物とされていたんだ。はい。嘘でしょ。嘘じゃないぜ。というのも、事故が起きた場所は治安が悪く手柄の悪い人も多く、そんな人たちが遺体を見せ物に試験物料としてお金を取っていたんだ。ひえー、これも今だったら大問題でしょ。っていうか普通に警察に捕まるでしょ。信じられないわ。そしてこの事故が起きた場所は、それから数ヶ月ビールの匂いが漂い続けていたとのことだ。街中にビールの匂いがしているなんてちょっと想像がつかないわ。歩いてるだけで酔っちゃいそうね。というわけで今回は、ビールの洪水で9人もの人が犠牲となった大事件、ロンドンビール洪水事件、を解説したぜ。事故の話もすごかったけど、その後の話も色々とひどすぎたわね。そうだな。遺族に賠償金を支払わないなんてちょっと本当に信じられないことだ。本当ね。しかも自分たちは政府からしっかりお金をもらってるしね。いやあ、いろんな意味でひどい話でした。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、
過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。